ほら、あんたたち、もう羊の毛伸びてきたから狩るわよ、ほんとに。いや、ちょ、並んでみるとさ、ちょ、君、でも君とか、もう君もほんとに、もうみんななんでそんな毛ゴワゴワになったの、急に。もうみんな狩りに来たから、で、今日はね、もうもういつもね、ハサミで飼ってるんだけども、こんだけみんなゴワゴワになってきちゃったから、もうハサミよりいいものをね、僕持ってきたから、ほんとに。彫刻刀。いや、もうこうして並んでみるとさ、ほんとになんか、もうこの子とこの子なんかもう違うもんだって、こっちこんな滑らかなのにさ、もう君なんかもうゴワゴワのゴワで、ほんとに。いや、もうこんなにみんなもう毛が伸びてきちゃったから、もう一匹ずつもうゆっくり飼ってたら時間がないよ。もうサクッと、サクッと飼っちゃいましょう。もう君から行くわよ、ほんとに。はい。何食べたの？何を食べた君は？ちょっと待って。君何食べたらそういう見た目になるの？まあまあ、よしとしよう。もう噛まってたら時間なくなっちゃうから、もうさっさと羊の毛飼ってこい。これも飼ってくよ、ほんとに。もう、何食べたの？どうもこんにちは、ビクトです。今回はね、久しぶりにモッド紹介をやっていこうかなと思います。今回紹介するモッドはですね、シアーマドネスっていうね、モッドなんですけども、マドネスって言っても、ドッサーじゃないんですけど。で、まずこのね、彫刻刀の作り方なんですけど、これ2種類、これダイヤモンドチゼルでいいのか、チセルでいいのかわかんないんだけど、まあ一応棒と鉄インゴットで、ダイヤモンドだったら棒とダイヤモンドみたいな感じで作れるんですけど、これをね、作ることができます。で、これ作った後、これ持った状態で右クリックすると、ここになんかね、ブロックをね、まあなんかもともと彫刻刀もっといろいろなんかできるんですけど、ちょっとそれは調べてないんでわかんないんですけど、まあこんな感じでブロックをね、置く画面があるんですけど、これをこうやって置くと、こんな感じでなんかね、ブロックが変わるんですよ。で、このブロックが変わった状態で、この羊に向かって、まあ例えばこれ今普通のノーマルの羊で、毛とかも普通なんですけど、今羊毛セットしてると思うんですけど、羊毛セットした状態で、右クリックすると、こんな感じでね、変わるんですよ。で、例えば、じゃあ、この草ブロックを置いてみます。で、草ブロックを置いた状態で、こいつ、左クリックすると、こんな感じでね、どんな見た目してんのかよくわかんないんですけど、こんな感じで、選択したアイテムの、なんていうの、羊毛が選択したアイテムになります。はい。例えば、ガラスとかをやったら、こんな感じで、スケスケ。かぼちゃセットすると、こんな感じでね、かぼちゃをね、身にまとったね、羊。なにこれ、かわいいんだけど、ちょっと待って。待って、お尻に顔がある。かわいい。めっちゃ可愛い。こんなんできるんだ。まあ、こんな感じでね、羊毛を変えることができるモッドなんですよ。まあ、それだけなんですけど。はい。これアイテム基本的に何でもできるんで、これなんかね、階段でもできるんですけど、階段でやったらどうなんだろう。俺もやったことないからわかんないんでね。行くぜ。はい。うわ。はははは。はははは。なんか急になんかリーゼントになったんだけど、いかつ。なんかリーゼントってよりなんか髪の毛なんかごついんだけど、どうなってんのか、ポマードみたいな。ポマードヘアみたいな、ジョジョと奇妙な冒険とかに出てきそうな羊だな、お前。はい。お、でガチでなんか誤飲したみたいになってる。いや、誤飲っておかしいな。誤飲だと食うから、苗木が外側から突き刺さってそのままなんか動いてるみたいな。嫌だわ、それはそれで。なんか出てる。なんか出てるんだけど、葉っぱとかだったら普通にこんな感じで、おー、かわいい。葉っぱの羊めっちゃかわいくないこれ。あ、これはちょっとかわいいぞ、普通に。癒される。これって思ったんだけどさ、ハサミでさ、切れんのかな？待って。ハサミでいくぞ。はい。おー、すげえ！ハサミでダイヤモンドブロック回収できる。すげえ！まあ、すげえっつっても。さっきまではクリエイティブでやってたけど、これやるためにサバイバルでやったら1個使っちゃうからな。結局意味ないんだよな。ダイヤの剣ちょっとさ、なんかぶっ刺してみようぜ。これなんかかっこよくなるかもしんない。意外とか、はははは。怖え、これは。これちょっと怖いな、なんか。で、あとさっき、たまたま茶番やってた時に気づいたんですけど、マグマブロックの、このなんていうの、羊毛って言わないけども、羊近づけると、ダメージ食らうんだよね。普通にマグマブロックとしての機能をね、果たしているんだよね。こんな感じで、ダメージ食らうんだよね。めっちゃ危ない、こいつ。まあ、ということでね、なかなかによくわかんない、頭おかしい羊が。まあ、マドネスって意味が狂気って意味なんで、まあ、よくわかんない羊がね、いっぱいいると思うんで、皆さんもぜひね、よくわかんない羊、作ってみようぜ！じゃあね、バイ！